みんながみんな生活保護を取りまくっちゃった方が、ベーシックインカムの実現早いんじゃね？っていう。まあ、例えば、生活保護を日本人が500万人とかが取ってとするじゃないですか。で、500万人が取ってるようになったら、多分、あ、じゃあ俺も俺もっていうので、多分1000万人が取るまでは時間の問題なんですよ。で、生活保護を取る人がやたらに増えたときに、じゃあ生活保護っていうシステムがさすがに成り立たないじゃん。だから、これをベーシックインカムに切り替えましょうっていう方が予算が少なくて済むのよ。そうさ、ベーシックインカムって年間に90兆円ぐらいいるっていう計算になってるのね。一人当たり7万円だから、年間には84万円。で、84万人をだいたい1億円に配るから、だいたいまあ90兆円ぐらい必要だよねっていうのが、ベーシックインカムの今必要な予算なんだけど、でもこれがさ、1000万円人が生活保護をもらってるとしたら、で、生活保護ってだいたい月に12、3万かかるのよ。家賃補助の分と、その生活保護の分と、あとまあ医療補助とかあるんだけど、で、そうすると、1000万人の人が生活保護をもらってるところが、ベーシックインカムに切り替えられるんだったら、それはむしろ安く済むじゃん。っていう理論でいくんだったら、割と法案としては通りやすいんじゃないかなっていう。要は、新しく90兆の予算を作りましょうっていうんだと、それどうするのってなるんだけど、すでにもう100兆円出ています。でもこれが90兆円で済むんですよって言ったら、そっちの方が得じゃんってなるじゃん。なので、とりあえず、ガンガン国の予算を食い潰した方が、ベーシックインカムが実現しやすいんじゃないかなっていうのが、僕が最近思ってる、ベーシックインカムを実現させる方法です。時間かかる？いや、こっちの方が早いんじゃないかな。結局さ、正論というか、王道で行こうとすると、政治家の人に法案出してもらって、ベーシックインカムっていうところを実現させなきゃいけないんだけど、生活保護って取ろうと思ったら、基本的には誰でも取れるのよ。だって日本の憲法にそう書かれているんだもん。で、ただ、窓口の水際作戦的なところで、なかなか申請させないとか、いろんな取れなくさせるための手続きというのを役所はやってるんだけど、ただそれって全部回避可能なのね、基本的には。だって本当に働けません。だから、生活保護くださいって言ったら、法律上断れないのよ。裁判とかされちゃうと。だからそれでみんなが取りまくっちゃった方が、実質的にベーシックインカムのスタートは早いんじゃねえかなと思ってて。で、税の収支に関していくと、ベーシックインカム案っていうのが上にあると思うんですよ。クリックしてもらえばわかると思うんですけど、一応90兆円に対しての予算案っていうのは出してあります。なので、予算の問題は一応、ベーシックインカムだけにおいては、予算としては何とかなるようなところは考えてます。ただ、1000万人が生活保護を取り始めたら、予算は多分足りなくなります。なので、1000万円の人たちが、生活保護を取り始めるときに多分、いやいや、それだったらベーシックインカム全員に配った方が、まだ社会にとってはいいんじゃないですかっていうので、うまく切り替えるっていう方向の方が、マシなんじゃないかなと思ってます。非現実的論。いや、むしろ現実的だと思うんだけどな。だから今までのさ、ベーシックインカムを実現するにはどうしたらいいか会議は、最終的に政治家にどうやってベーシックインカムを納得して投票させるかっていう、自分たちができないことをやろうとしてるの。でもさ、生活保護を取るは誰でもできるのよ。働いてなければ。働いてたら無理だけどね。だ、働いてません。で、働けない理由があります。働けない理由はこれこれです。っていうのを持って役所に行けば、基本的に生活保護をもらえるのよ。ただ実現可能性でいくと、生活保護をもらう人を増やすっていう方が、実現可能性は増える。っていうお話でした。俺取りたくないよ。別に取らなくていいんじゃない？ いや、別にさ、生活保護欲しくない人に取れって言ってるつもりはない。それは別に取らなくていいです。ただ、要は、生活保護取れる状況であるにもかかわらず、なんとなく取っちゃいけないんじゃないかなと思ってる人っているのよ。例えば、20代だから30代だから若いから生活保護なんて取っちゃいけないんじゃないかなっていうふうに考えてる人って結構いるのよ。でも別にさ、
働けないんだからさ、そのお金くださいっていうのは何歳でも一緒なわけで、別にじゃあ生活保護もらった後に、やっぱり俺働くわっつって働き始めて、生活保護返してもいいわけよ。もう俺働くから生活保護いらねえわっていうのは。でも今の現時点で無職です、ゴロゴロしてます、で何らかしらの理由で働くことができませんっていうんだったら、生活保護すぐ取ればいいんじゃねえのっていう。なんかほら、失業保険、失業手当ってあるじゃん。何らかしらで失業した人は、その期間中お金をもらえますっていう。だその、仕事ができないっていう人がいて、で、その、まあ、失業でクビになったりとか、会社がなくなったとか、で、その間にその保険っていう形で国から補助を得ますっていうので、で、それってさ、別に、なんかの仕事をしてる人がクビになったり、会社がなくなったら失業保険ってもらえるんだけど、別に、なんかの仕事を前にしてなかったとしても、働けない理由のある人っているじゃん。若い人ね。で、それだったら別に生活保護もらえばいいじゃんっていう話。親が元気だから無理。関係なくね。別に親が元気でも生活保護もらえばいいんじゃね。だから、そこが多分考え方の違いで、日本のその憲法には、親が元気だったら生活保護をもらえないっていうのは書いてないの。あくまで、日本人は日本国籍を持っている限り最低限の文化的な生活ができますっていうルールが憲法に書かれているわけですよ。で、それって別に親が金持ちかどうか、親が元気かどうかっていうのは条件として書かれてないのよ。なので、法律上書かれた通りの権利を追求しますっていうのを皆さんやったら、ベーシックインカムの実現は早くなるんじゃないのっていう話です。